クレは、新末から全寛にかけての軍有、初代調査王で、寛大はじめに、高祖劉法皇帝に衰退した、異性諸皇王のうち、長王張耳と並んで天樹を、まっとうして子孫に多いを伝え、調査王はその中で最も長く続いた王となった。真の万匹権霊であり、長皇、陽子一体の人々に慕われ、万君と呼ばれた。陳章。 五皇の乱に始まる新末の乱の際、英夫は、呉に従い、呉は、自分の娘を、英夫の妻とし、古子の人間を率いて、神への反乱に加担した。廃校流鵬が南洋を攻めた際、流鵬は、呉の将の埋めと遭遇し、一緒に南洋の剣を攻め落とした。高層元年、漢中が流宝、流鵬、皇羽によって落とされ、旗が滅び、 皇羽が義亭を奉じて各地に王を建てると、古史の人間を率いて、功績のあった呉は皇三王に封じられ、梅は十万個の皇に封じられた。その後、皇羽は旧皇王エーフと皇三郎呉に命じ、義亭を殺させた。時期は不明だが、呉は皇羽によって皇三王を剥奪され、万君に降格された。その後、離反して流邦に組みした。エフと、 同時期のことであるのか、あるいはクレがエフをそそのかして、劉邦陣営についたのかは不明だが、劉邦は、クレの功績を高く評価している。高祖五年、漢王劉邦が功を滅ぼすと、総関神、漢王関神、ワイナン王エフ、両王法越、長王張りのみ、縁王、造太と共に、劉邦に、皇帝の尊号を立て祀った。同年、クレは劉邦により、調査王に立てられ、 その年に死亡した。文王と送りなされた。また、高祖劉邦は後に、クレの忠を褒めたたえ、律令に記させている。調査王は、この聖王クレが継いだ。クレは在位中、反乱を起こすも敗れて逃げてきた、エーフを殺している。その後も調査国は劉邦が、劉氏でなければ王としないと名約を結んだことの例外となり、愛王クレ海、京王クレ右、 安子をクレチョと継承され、調査国は文帝の後7年にクレチョが後継ぎを残さず死亡するまで続いた。ありがとうございます。